してきたんだ。狂ったストーリー、全てが決まってたように、のべつ幕なしに異常事態。大抵わけもない、正しい間違いが不安定で、裏返しの本音が溜まってゆく。消化する術がないことも気づかずに立ち向かうの。悲しくなどないけど、こんなんじゃまだ 100% は分からない。不安など消してしまえたらいいと願って望んでる。そのカーテンが翻ったなら、手に沿っと現実揺らぐんだ。身一つで生き抜いた土砂降りに固まる不平不満、逆行する世界もたまに味方となって。席に抗うのサイコロ振っても平行線。どうしてなんですか、今ドラマみたいに負けないのだろう。さえないチョークで笑えたの頃のように、特別はいつも目の前にある。大抵わけもない日常、寂しい言葉がフラッシュバックしてる。泣いてしまえたら楽だったかな。どっちつかずで嫌になるな。守りたいものは何、知らないことばっかだ。こんなんじゃまだ 1% にも満たないって悩んで学んで繰り返し、少しずつ見えてきた未来。正しい間違いが不安定で、裏返しの本音が溜まってゆく。消化する術がないことも気づかずに立ち向かうの。悲しくなどないけど、こんなんじゃまだ 100% はわからない。もうファンタも消してしまえたらいいと願って望んでる。レイそのカーテンが翻ったなら、照りそうと現実揺らぐんだ。